こんにちは、シーバードです。今日はミザリーの音作りをデジテックの RP500 というマルチエフェクターでやっていきたいと思います。基本的にはベーシックな歪みと、それプラス単音でフェイザー、ソロ後のクリーン、この3つの音を作っていきたいと思います。で、使うギターはですね、このフェルナンデスのピッチタイプ、これを使ってミザリーの音を作っていきたいと思います。アンプはマイクロキューブで、リバーブだけかけてます。あとはフラットですね。まずは基本の歪みを作っていきます。このミザリー1、ミザリー1ですね、とミザリー2とミザリー3で、3つの音を作っていきます。1は基本的なベーシックな歪みで、2は単音を弾く時のフェイザーとかフランジャー、空間系が入っているものを作ろうと思います。で、3はクリーンにしていきます。まず基本的な歪みを作るので、まずアンプ決めですね。今ダイレクトになってます。で、もう基本的にはもうレクチか5150っていうところなんですけれども、メタル全然違いますね。この辺の歪みか、でもちょっと違いますね。ギザギザしてますね。もっとこっちの方がいい。こっちでしょうね。レクチでいきましょうか。で、キャビはこんな爆発系じゃないんですよね。ちょっと柔らかいですね。こっちの方がミュートの音がちょっと気持ちいいんで、これでいきましょう。ヘッドがレクチで、キャビがヴィンテージで、まずは80ぐらいにしときましょうか。ちょっとこの間ミッドが基本的なところで8、4、8ぐらいで、アンプだけだとモコモコしてますけれども、後で EQ かけるので、ちょっと重さを重視しておきます。この段階では。で、 EQ かけるので、ちょっと1回フラットにしましょうか。ちょっと抜けを出したいんですけど、ちゃんとローは守ってというか、
保護していきたい。重要になってきてする音域ですかね。ちょっと一回キャビに戻します。歪んでてもいいかなって思いますね。ちょっとここでベースアンプの方で少し下げます。できますね、ミザリーの音。ちょっとラインっぽさが出てきていい感じだと思います。EQ のミッドの1個の差で全然違いますね。抜けを考えると少しだけミッド上げた方が
ところをベーシックにしていこうかなと思います。ディストーションをかけてもいいんですけれども、まあ、例えばチューブスクリーマーで歪みを抑えて、まあ、わざわざかけなくてもいいかな。まあアンプシビレーターだけでも全然いいかなっていう感じですね。で1は一旦こんな感じにしておこうかなと。現状同じ音になってるんですけれども、ここにフェイザーを足します。フランジャーとフェイザーをいくつか見ていきます。ベタなところで MX のにしましょう。スピードスピードちょっと元に戻します。30この辺が自然な感じかな。これが自然な感じかなっていうところですね。ここで、ノーマルです。
感じでフェイズアップ、フェイザーの部分が今できました。のここのクリーンの部分ですね、これもどうしましょうかね、アンプシミュレーター使ってみましょうか。クリーン系はツインリバーブ、ここでいきましょう。でキャビもツインでいきましょう。でちょっと抜けが欲しいのでベースを下げます。ペケペケ感があるんですよね。 EQ で、コンプかけます。コンプをかけます。で、コーラスをかけます。コーラスもかけましょう。でディレイもかけます。若干かかりすぎですね。アナログでいきます。と300ぐらいにして、リピートもそんな多すぎず、この2つだけ。おうおうおう、ディレイレベルと、もっと速い感じで、タイムをもうちょっと短くした方が面白そうなんで、この場合だとこんな感じでいい
じゃないかなと。若干リバーブもかけたりして、あとはボリュームのバランスですね。感じになりました。もともと RP500 は、重めの音に強いというか、ヘビーな音が豊富だってそもそもは言われてましたね。で、シュミレーターも僕的には結構好きな音が入ってたりするので、未だに重宝しているっていう感じなんですけれども、やはりちょっと古い分若干音痩せがあったりするんで、ちょっとまた新しいマルチエフェクターでいろいろと試していきたいとは思っております。デジテックさんは、いいところたくさんあるので、もちろんワーミーとかは本家ですからね、すごい良かったりするんですけれども、ぜひですね、ご興味ある方は一度楽器屋さんでデジテックのマルチエフェクター弾いてみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。